健康はネゲントロピーによって保持される。人間の体はエントロピー増大の法則に当てはまらないのでしょうか子供部屋の例えと同じように人間の体もエントロピーの増大が及ぶとしたらどうでしょうか生まれてしばらくすると体中にゴミがたまってやがて生体機能は失われバラバラに壊れてしまうはずです 量子力学の確立に功績を残し、ノーベル物理学賞を受賞したエルヴィン・シュレディンガーは、著書「生命とは何か物理的に見た生細胞」の中で、ネガティブ・エントロピー、ネガティブ・エントロピーという言葉に触れています。生命は環境に対して開かれていて、呼吸や消化などの代謝を通して、外部にエントロピーを排出することで、 負けののエントロピーを作り出していいるというのですつまり生命現象生きるということはエントロピーの排出により低エントロピー状態を保っているのだと指摘しているのです後にこの負けのエントロピーであるネガティブエントロピーを短縮してネゲントロピーネジェントロピーと呼ばれるようになりましたこのネゲントロピー作用のおかげで体にはゴミもたまらないし 整理整頓できてよかったとそうは簡単にいかないのです体中のゴミを掃除してもゴミを出す本体は1日たてば1日分古くなるのでやがて壊れて使えなくなります壊れればゴミも出ないかりに仕事もしなくなるそれでは困りますねそこで生命現象としてのネゲントロピーは古くなり もうじき使えなくなりそうな細胞をいち早く見つけ出し壊れる前に自ら壊し新しい細胞に入れ替えるのですそうして体全体としての作業は絶え間なく引き継がれるのです壊れる前に壊すと同時に再生するこれが生命維持の本質でありそのことによって健康は保障されるのです変に思えるかもしれませんが私たちが 俗に健康法と読んでいるものの多くは、再生可能な範囲内で壊すを促すものです。壊す、作るこの繰り返しによって、体の機能を保ち、結果的に健康を導くのです。